した？どうですか？いや、ちょっと久々の割にスパルタだなと思いますけど、でもまあ改めて踊ってて楽しいなと思いますし、アップがね出せない姿みたいなところが見せていけたら嬉しいなと思います。頑張ります。UGS プロジェクトどうですか？そうですね、かなり久々の第一発目がこんなに激しいものとは覚悟しておらず、結構なんだろう、ドッキリ大成功みたいな感じのその時の衝撃を受けてるんですけども、でもね、あのダンス面3人って言われたあのサニが招集されてるので、なんとかしてでも映像を撮る時にはバチッとね息の合って、そして3人ともね生まれた次が6月なので、多分息はぴったり合うなと思っておりますので、はい、そこら辺をちゃんと見せて映像をちゃんとしっかり皆さんに届けたいなって思います。イエイ。そうですね、やっぱりこうずっと溜め込んできた色気をやっと解禁する時が来たなって思って、すごい嬉しいなって、なんかやっぱりやっぱりあのアップガの時のダンスと全然違うし、なんなら UFGS でも今まで踊ったことない部類のダンスなので、これはもう6月組にメロメロになっちゃうんじゃないかなって思います。今日踊ってみて衣装も、はい、やっぱ衣装を着て踊るとかっこいいなと思うし、お揃いの衣装ができてちょっとユニゾン感ができてきたので、より振り付けをもっと揃っていけたらいいなって思いました。大人のダンスですか？そうですね、まあ、でも実際大人なんで、みんなには若い子たちにはできないあれを見せつけてやりますよ。そうですね、もうなんか久々 UFGS が帰ってくるぞっていうことで、とにかく今ワクワクドキドキしております。もう来るぞ来るぞよいしょって感じです。なんか今までとは違う S 字ですが。そうですね、なんか本当に UFGS で活動してた時よりみんな年齢も上がったし、それこそその間に私たち妹分もできまして、なんだろう、意識する部分、踊ってても意識する部分っていうのはやっぱりその当時とは変わってきてるから、なんかなんだろう、 UFGS やってる時でもセクシー方面行ったことあるけど、またその時よりも1段階2段階上がって、さらにかっこよく大人っぽくなったあの UFGS を今回お届けできるんじゃないかなって思いました。こんにちは。すごいあのやっぱ1回踊るだけで倒れ込むぐらい、すっごいなんかなんでですかね、あの全然今までにない疲労感が1分ぐらいの間にすごいやってくるんですけど、なんか多分やっぱ今まで使ってない、あんまり普段使ってない体の動きとか力の入れ方とかがしてるんだろうなって思うので、頑張ってあのトナッチャーに怒られないように頑張りたいと思います。そこなの？厳しいんですよ、横からすごい怒られるので。頑張りたいと思います。行きましょう。取ってくれなかった。